ドコモプロシリーズ SC-0HB は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。2009年度当春モデルとして発表された当初はドコモプロシリーズ端末の一つであったが2010年度夏秋モデルの発表以降 NTT ドコモのサイト上ではドコモスマートフォンに存在している。ポップメール imap メールが利用可能である。また、ダイレクトプッシュが対応しているため、ホットメールや Windows Live メールがプッシュ着信するほか、アクティビシンクを設定することで、Gmail もプッシュ着信する。モペラウメールもプッシュ型電子メールとして利用可能となる。それ以外のメールはポーリング式となる。メーラーは、Microsoft Outlook m o b i を使用する。 メッセンジャーには、Windows Live Photo、メッセンジャーが搭載され、リアルタイムのチャットが利用可能である。iMode メールの対応2010年9月1日より、NTT ドコモからサービス提供が開始された、SP モードが利用可能となり、iMode メールアドレスが、プッシュメールで利用可能となった。SP モードが対応する以前は、 iMode.net モ,モバイルモードを利用することで、w e b メールとして利用が可能となる。発売と同日には、imode.net モ,モバイルアプリが公開されている。ブラウザは、インターネットエクスプローラーモバイル6を搭載し、フラッシュにも対応し、動画も見ることができる。その他に、t-h8 同様に総合メディアブラウザ、キノマプレイ4ドコモを搭載し、音楽、 動画プレイヤーのほか、インターネットにアクセスし YouTube や、Podcast などで、様々ままな動画、音楽、ネットラジオの視聴をすることができる。また GetApps から、様々ままなアプリケーションを追加することも可能となる。その他にドコモスマートフォンアプリサイトや、Microsoft のアプリケーションポータルである、Windows Marketplace for Mobile から、様々ままなアプリケーションをダウンロードし、 端末のカスタマイズが可能となっている。SC-0HB 開発者インタビュー、携帯ウォッチ、スマートフォン向け ISP、SP モードの開発、imode.net モバイルアプリダウンロード。ありがとうございます。